皆さんおはようございます。春風みなです。流行狼のお札を配布終わりました。お疲れ私、年賀状を書かない私がちゃんと宛名を書き、封筒に切手を貼りお送りさせていただきました。お疲れ様。私今回自分の中でマジありえないっていう行動を取ったことによって、気がつくことがポロポロとありましたので、それをシェアしたいと思っております。ですね、まず一番最初に自分の中 のお金が流れていくっていう、こう流れがなんか広がりました。これ具体的に何言うかというと、このお札をね配布するよって言ってから届いた、よかった。言われてからね、ひろあきさんから連絡いただいて、僕も欲しい、いただけますかって連絡が来てね。で、その時に、やっぱり夏に彼は、行き島行ったんだけど、もうすごい大盛況すぎて、流行狼お札一個もなくなってたんだって。で、それで、買えなかったから、この度いただけたら嬉しいって言うから、わあ、そりゃもうお送りしましょうって言って、まあ、お送りしたんですよ。で、その時にね、はるちゃんの取り組みはペイフォワードだねって言われて、ペイフォワードと思って。私、ペイフォワードめっちゃ好きな映画なんですよ。皆さん見たことありますかね？ペイフォワードってどういう映画かっていうと、一人の男の子が三人に、親切にするんですよ。で、そしたらその三人がどうするかっていうと、さらに他の人の三人に親切にしていくと。親切にする、親切にする、親切にするって言って、こうやって親切がわーって広がっていくっていうね、映画なんですよ。で、これで世界が幸せになる、なったらいいなっていう。で、実際になるんだけれども、そういう映画だったんですね。で、あーと思って、私今まで物を買う時って、例えば服を買うんだったらお金を払って服屋さんからこうね、なんか対価をもらうとかいうのがまあ一般的なスタイルなわけじゃないですか。でも今回私がやったことって無償で届けることをやったわけでしょ。で、そしたら一体どうなのかなって言って、ペイフォワードスタイルで物を考えた時に、ぐる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 誰かがこう、あ、プレゼントする、プレゼントする、プレゼント、ぐーって回ってって、なんか何かが私に多分プレゼントされるっていう形がきっと生まれる。その人からの、ま、具体的に言うとあれだよね。私の場合はお金払ったら流行狼だから、流行狼からの、ペイが来るわけじゃなくて、どっかからの形で私になんか返ってくるんだなと思った時に、あ、待ってればいいんだと思ったのね。なんか、あ、大丈夫と思って。なんか私、あ、大丈夫、親切にしてもらいたい、きっとすると思ってたら、なんかね、面白いなと思った。なんかほっとしたんだよね。なんかやってみて、ほっとして、なんか視野が、あ、なんか世界優しいかもっていう風に、わーって自分の心の中で意識が広がったのが分かったのよ。なんか親切に、親切っていうか、こうやっちゃえってやったら、なんか、あ、なんか世界優しい気がするって思って、なんか枠が広がった感じがして、それがね、一つね、私の中で面白くて楽しいことだった。あとね、人それぞれの個性なんだけれども、今回募集して、応募してくださった方々って、やっぱそれぞれにね、書き方に個性があって、住所と名前だけを送る人、私に送ってくる人と、なんかコメント、いつも YouTube 見てます、これからも応援していきますっていう、なんか優しいコメントつけて、何、住所くれる人、あとはまだ間に合いますかっていうことだけ来て来て、ワン一回こう私の開始してから住所送ってくる人っていうのが、こう大体大まかに3パターンいたんですよ。で、それで私はそれね、まんべんなく送ったんですね。住所だけの人であって、一言コメントない人でも送ったし、一言コメントある人にも送ったし、なんかワンクッションあった人にも全部送ったんですよ。もう先着順で送ってみようと思って。で、最初ね、ざわついたところがあって、何かっていうと、自分のこう住所、私ね、やっぱね、事務手続き好きじゃないから、なんか名前と住所を送ってきてねって言っている中で、名前と住所が書いてなかったんですと、うーんってなったのよ。めんどくさい、わざわざ聞かなくちゃいけないのなんて思ったんですよ、私は。で、こういう時に私が何するかっていうと、やめようかなって一生思った後に、
悩んだら波動測定するんですね。どうなんだろう、私はこれやった方がいいのかな、やった方が私の経済的精神的豊かさにつながるのかなってことを測って、100ゼロで測ったらやりやってなったからやったんですよ。で実際に全員先着順でババババババって送った後に、送ってる時にね、なんかね面白かったのか、みんな幸せになるといいなって言って、私住所書いてたんですよ。みんななんかこれで願い事が叶ったりしたらすごく嬉しいな、みんなの願いが叶ったらいいなっていう風に祈ってる自分がいた時に、こんなこと思うんだ私と思って、それがねなんかまた感動した。自分の中でそんな感情があることに対してすごくなんかねまたね嬉しかった。人の幸せを祈れるんだと思って。よく私は隕石の、パーソナルスタイリングしてる時にも、その人がすごく願いが叶いますようにっていう風に祈る気持ちを込めて隕石の測定してるんですよ。で何かサービスを届けたりする時って、みんなどこもきっとお金もらうサービスとして商品を提供する時にも祈ってるけれども、こういう風に何か無償で何か提供する時にも、みんなこの祈りのエネルギーっていうものがガンガンに詰まってるんだなと思ったら、なんかねまた尊いなって思ったし、で思いに対してなんか差別が生まれるのかなと思ったんですよ。私適当に思ったりとかするのかなと思ったら、みんなこう平等っていうのもあれだけども、なんか願いかなってほしいなっていうのと、あとねよくさ神社行った時にさ言われるのが、まず感謝を述べてからなんかお願い事しなさいっていう話あるじゃないですか。あれねすごく理解ができて、私もなんだかんだ言って一言コメント入ってたりするとちょっと嬉しいから、感謝のコメント入ってると嬉しいから、よりねありがとうっていう気持ち、ありがとうかなといいねみたいな気持ちがより乗るなと思ったから、多分そういう風に神様もそんなこと言ってくれちゃうのみたいな、嬉しいねみたいな、頑張っちゃおうかなみたいな、なんかそういう感じなんだろうなと思ったら、なんかねそういうお願い事される立場の神様の視点がうっすら分かって、それもまた面白かった。あきっとそんなこと思ってんなと思ったら、なんか私も神社に行く時のお願い事する時のスタンスとして、なんかそういう風になんかより伝える、なんかよりこんなことを感謝を伝えるっていうのが大事だなっていう風に思った。楽しかったし嬉しかった。あとなんかあったかな、なんかあったな、あそう、応募してくださる方がすごいなと思ったんですよ。だってさ私ほら私のサービスを買ってくださった方もいるし、サービスを買ってない人もいるけれども、私っていう身元がさなんか多分いまいちわからなかったりとかする中で、でも一発目で住所と氏名送ってくるわけでしょ。みんなハート強えなと思ったんだよね。だってさ身元私わかんなくない、なんか波動とか言ってる女なんだけど、それに信用して住所と名前送ってくるってすごいなと思った。みんなすげえなーと思って、よく私のこと信用してくれたの、めっちゃ感謝だなっていうのがねまず大前提だった。すっごいすっげーなと思った。それが知ってる、なんか名簿作ることだってできちゃうわけなんだよ、この悪用しようとすればね。だからこれスピリチュアルに興味ある人っていう名簿がこの住所を集めちゃうと私にはできちゃうわけなんだよ。だからと思ってすごいなーと、なんかみんな信用してくれてありがとう、マジ感謝っていうのがね、なんかね感謝って思ったし、あと YouTube だとかになんかコメント残っちゃって見せたりするのが嫌な人もいると思うから、コメント送ってない人もいるし、コメント送るのってさちょっとハードル高かったりするじゃん、メッセージわざわざ送ったりするのって。それがなんか今回のお札をきっかけにして、あ私のことこんなに見ててくれる人がいるんだっていうのが分かった時の感動たるや。今日はるちゃんブログをたくさん心込めて書いてる。やだそんな嬉しいこと言ってくれるのすげえ嬉しいんだけど、やだなーやだ泣くんだけどそんなこと言って。そうなんかすごくね嬉しかった。ブログ読んでますっていうコメントも嬉しかったし、 YouTube も見てますって言ってこのきっかけになんかはるちゃんのこと知りましたっていうのも、なんかいちいち今回はすごく嬉しかった。
私自身もなんか届けるってなんか無償奉仕じゃん、とか思ったけれども、なんかやってみて私自身がなんか愛情っていうものをたくさん受け取ることができた。愛されてるって思って、いや私めっちゃ愛されてる、ありがとうみんなみたいな、そういう気持ちを改めて得ることができて、私にとってはものすごくあの価値があるものでした。なんかとてもそういうことに気がつくことができてよかったなと思っています。なんだろう、ね、やっぱりあのよく心屋でいうところのバンジーを飛ぶ、あの常識の逆を行くっていうことっていうのはあのすごく意味があることで、自分の常識の中で、今まで生きている常識の中での行動しかなかったらば、世界って、自分の中の世界って変えることができないんだよね。変わんないんだよね。だから、自分が、いや、あいつほんとマジありえねえって思うようなことを取ることによって、その常識がね、パーンって壊れるんだよね。これを壊れることによって、あ、これもいいんだ、あれもいいんだ、これもいいんだ、あれもいいんだって言って、自分の世界の枠が広がっていくと、自由になっていくんだよね。あ、帰ってきた。だからやっぱり枠を壊す、自分の常識外のことをするっていうのは大事だねっていうお話でした。はい、じゃあ家族帰ってきたので、ここでおしまいにしたいと思います。聞いていただきましてありがとうございました。春風みなでした。